身長制限があるんだよね。小池先生、え、もしかして君トモコちゃん？あ、いや、ダメだよトモコちゃん、去年も受けてたでしょ、何回目。年齢制限にももろに引っかかってるよ。小池先生、私はただ、とにかく不合格。これでいい、小池先生の口が私の名を呼ぶ、そして告げた不合格。これで諦められる、生まれ変わるよ。もうただの男装趣味のトモコじゃない。今日から私は星をもつかむ正義の大泥棒、怪人顔面捜査、宝塚。